なんかほとんど終わってるみたいだね。よっ、おお、ちょうどいいところに来たな。もう終わったんじゃないすか。いや、お前たちには新しい仕事がある。ん？アザミ国王とジオウの国王がスタジアムの下見に来るらしい。だからスタジアム周辺の警備を頼む。設営よりはマシだけど面倒だな。頑張りたまえ、ワコードよ。コリンがいないからお前は俺と一緒に国王の警護だ。ヒロちゃんとサボれると思ったの。ま、私たちは適当に時間潰そうぜ。では私はその時間を使ってロイド様に愛の念を送りますわ。ロイド様、ロイド様、ロイド様、呪いでも送ってんのか。大丈夫、師匠は強いから跳ね返せる。何してんだ。お前らか。いや、午前試合と俺へのプレッシャーがすごくてな。アザミの代表なんだから頑張れよ、ダンジョンクラッシャー。それだよそれ。毎回変わる適当な二つ名つけられるし、街に出れば指を刺されるし。よ、人気者だな。どこがだ。あれがバカでかい声出してダンジョンを崩壊させたザ・ノイズマンか。しかもアザミのお姉は大体友達で、お姉の元カノも複数いる二丁目の覇者。え、今は声だけチキンじゃなくて。俺はもうアザミで生きていく自信がねえ。